米俳優のアンセル・ウェル・ゴート30が21日都内で行われたワウワウハリウッド共同オリジナルドラマ東京バイスシーズンに舞台挨拶に登壇した。今作はワウワウと HBO MAX の日米共同制作による超大作ドラマシリーズ第2弾。東京の大学を卒業したアメリカ人青年ジェイク・アンセル・エルゴートは故郷に戻ることを勧める両親に反し日本の大手新聞社に就職。警察担当記者となったジェイクは賊ダメを追いかけるうちヤクザ絡みの事件を手だれで解決する刑事片桐渡辺と出会う。この日は渡辺健、菊池凛子、笠松進、窪塚洋介、真矢美希らが参加。このキャストと一緒にステージに立てて嬉しいです。すっごい俳優さんがいる。宝塚の大スター真矢美希、笠松進さんもと嬉しげなアンセルに、渡辺は全員紹介するのとツッコミを入れ笑いを誘った。イベントでは14日に30歳の誕生日を迎えたアンセルにサプライズケーキが登場。東京バイスの現場で誕生日を3回お祝いしてもらったのでもう1回お祝いしてもらえて嬉しい。びっくりしましたと歓喜。早速ケーキのイチゴをつまみ食いすると日本のイチゴは本当に美味しいと笑顔を見せた。渡辺は去年トロながらアンセムのお母さんも来て誕生日をマヤさんとお祝いしました。また1年経ってこの作品を完成させて誕生日を迎えて今でも十分でかいけどこれからもっと大きな俳優になっていくだろうなと思っていますと期待。写真撮影ではアンセルが笠松にイチゴをアカランしその後もみんなでイチゴをもぐもぐ和気あいあいとした雰囲気を見せていた。同作は4月6日から配信放送開始。